3G83EK スポーツ用、イ1 c 1 2バルブインタークーラーターボ仕様、三菱、3G8 型エンジンは、三菱自動車工業が1986年12月から2013年12月まで製造していたガソリンエンジンの系列である。登場当初は、同社のサイクロンエンジンシリーズのバリエーションの一つだった。 1987年1月における、同社製の5代目、ミニカのマイナーチェンジの際に、従来の G23 バイト型の後継として採用されて、以降、同社製の軽自動車に幅広く搭載されていた。1990年1月の軽自動車の規格改定を境として、排気量が 550cc クラスの 3G811 型及び60。 CC クラスの 3G83 型が存在する。後者は全車の排気量を拡大したものであり、基本構造はほぼ共通である。また、3G83 型には、軽自動車用3気筒エンジンとしては珍しく、バランサーシャフトを採用している。2006年に登場した i に採用されている3バイト二重型が、事実上の後継とされるが、 同期は当初、愛のパッケージングに合わせて、専用設計された側面が強く、同社のその後の軽自動車分野の商品展開においても、当面の間は、3G83 型が引き続き採用されていたが2013年6月に3代目、EK シリーズ、及び初代日産、デイズ用に新たに、再設計、再開発された第2世代の3バイト20型が、 登場し、既存の軽乗用車用の 3G83 型は、登場から24年目にしてようやくその役目を終えることとなった。2013年12月現在の時点ではミニキャブ、及びその OEM にあたる日産、NV100、NT100 クリッパー用の 3G83 型のみが、製造されていたが、同社が同月末をもって、 電気自動車のミニキャブミエフシリーズを除く、軽商用車市場の全面撤退を表明したため、3G83 型の製造は終了した。なお、2019年には3バイト20型の後継となる BR06 型が登場している。三菱製軽自動車の輸出向け車両用としては、800cc の 3G82 型が製造されており、 三菱の技術供与を受けていた台湾の中華技車ではこのエンジンにもう一気筒を継ぎ足す形で拡大再設計された 4G82 型が製造されていた。なお、本校では 4G82 型についても便宜上記述する。なお、3G82 のオイルシール脱落及びオイル漏れのトラブルについては平成22年から24年にかけて4回の リコールが行われオイルシール交換と脱落防止金具が設置される改善施策が取られた。このリコールについては会社がオイルシール台座のサイズ及び素面仕上げ不良による多数のトラブルを認識していながらユーザーが油圧警告灯が点灯してから対処可能としてユーザーに周知徹底していなかったことについて国土交通省自動車局の立ち入り検査を受けている。 詳しくは2005年のオイル漏れの不具合に関する三菱自動車3 g 8 3エンジンに関する問題を参照。基本構成は水冷直列3気筒。当初は機械式キャブレター方式のジェットバルブ付け多球系燃焼室を用いた 31C6 バルブ仕様しか存在しなかったが、その後は改良が重ねられ様々な仕様が登場した。 1998年に八代目ミニカなどの新規格の軽自動車が登場して以降はすべて医師方式再イ C12 バルブに統一されている。この際 MVV 仕様が登場したが排気ガス規制の観点から2001年以降従来型と混在する形で廃止されていった。シリンダーブロックは中鉄製で可変バルブ機構も未採用のままであり、 今日の軽自動車用エンジンとしては設計の古さは否めないが、登場から26年にわたって熟成されてきたこともあり、信頼性がある。550cc クラスの 3G81 型には、量産市販車では、世界初となる DOHC5 バルブ仕様が存在した。これは6代目、ミニカの初期に存在したグレード、弾丸に搭載され、 ターボと組み合わせることによって、同社製軽自動車の中で、初めて自主規制値の64馬力を達成した。同期は、軽自動車の規格改定後も、半年ほど 550cc のままで併売された。また、同じく5バルブで、自然吸気仕様のものも存在した。この DOHC5 バルブ機構は後に、3G83 型や4気筒の 4A30 型に、 そのまま引き継がれた。カッコはその初元の仕様の存在が確認された、都市付きであり、必ずしも初登場の都市付きを表すものではない。また、柿以外にも、複数の仕様が存在する。九百八十八年式、ミニカイコのゼオの3 g 八十一ターボ。キャブターボ仕様であるが、回転域に応じて、インタークーラーの仕様の有無を切り替えて、 ターボラグを最小限に抑える可変式エアインテークを備えている。1987年、日本国外輸出仕様の 2G25 エンジンの後継として登場。2G25 と同じく 800cc クラスのエンジンである。初代日産、オッティの 3G83-31C12 バルブエンジン、三菱自動車工業からの立ち入り検査の結果を踏まえた。 改善施策の報告について、国土交通省、2013年6月18日閲覧。軽自動車エンジンのリコール届け出に関する、改善施策の国土交通省への提出について、三菱自動車工業、2013年6月18日閲覧。 三菱バリカニュートーン1100オールドカーマニュアルプロジェクト http コロンスラッシュスラッシュストーム .ol d car manualpr oject.com スラッシュ三菱スラッシュチャイナパーセント20バリカパーセント20万1100パーセント20万1991パーセント20万二0 2ドット JPG2010 年10月12日閲覧ありがとうございます